本日は今季2回目の埼玉武蔵ヒートベアーズ潜入になります。選手たちに夏の思い出をインタビューしてきました。そして毎回のように試合前のアップに潜入させていただきました。投手陣で誰が一番守備がうまいんでしょうか。1回戦の小山が町田選手の衝撃の夏、そして翔平が小さく見える。はい、どうも、教えてみです、お願いします。というわけで本日は埼玉県所沢市にあります所沢航空記念公園野球場に来ております。何言うた？いや、自信なかったな。ちょっと言えなかった埼玉武蔵ヒートベアーズさんの、取材で来たんですけども、僕と良平は高校時代にここ使ってよく高校野球をやったりとか、撮影も使ったりシダバットで使ったりしてるんですけど、ほんとすぐ近くだったもんね。そう、良平チャリで来れるからね、20分で。本日は、こちらでねベアーズの試合ということで、お相手が福島レッドホープスさん、監督さんが元ヤクルトの岩村さん、琴良です。多分初めて BC リーグ取材で初めて福島レッドホープスさんが相手の試合に今回は来させていただいたということなんで、元ベアーズ片山さんも今移籍されて福島レッドホープスに、いますけども、さっきもご挨拶しましたけども、久々にねお会いできてよかったと。本日はまあもう夏なんで、選手の夏の思い出だったり、まあ今まで取材していなかった選手らの、インタビューなど、もり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 でやっていきたいと思いますんで、今日何本かな、5、6本とかになればいいと思うんですけど、まあたくさん動画を、撮らせてもらおうと思います。それではいっていきましょう。ゴー。こっち側ですか？基本的に自由やけど、バッター。そう、練習はちょっとアナウンサー系上大事っていうのは、そう、難しい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 、方向あるし、収納性あるからね。それとも全体的にここ、多分全体的に、ただ横のここで ちゃんと横に踏むのは大事なことは覚えてます。Thank you.
松田選手来てもらいました。お願いします。お願いします。今まあもうそろそろ夏じゃないですか。はい。夏の思い出を今聞いてまして。今までプライベートの夏あんまないんで、はいはい、ずっと野球やってきたんで、うん、まあでも高校最後の夏、最後の夏、まあ春頑張ってシード取ったんですけど。うん。僕はシードでその1回戦の小山が慶応と桐蔭だったんですよ、はい、それでまあシードを取ったもののまあ実質初戦敗退みたいな、そうだったんです、慶応が来たんですけど、やられましたそれ結構思いですね。もう逆にコールド負けしたんで、コールド負け、はい、でもやっぱそれもあってやっぱ今があるとまあそうですね、思いますね。体が一回り大きくなってます。打てるキャッチャーってなかなか今貴重ですからね。ないね、ない腹いや腹もだけど、こうやって見るとスルフさんチビだね。そうだ、ちっちゃいんだよ。181ですから。いくつですか？僕86です。6あるんですか？はい、打ちますよそりゃね。今95ぐらいなんですか？いや全然ないです。88とか。88ですか？はい、俺も107ですよ。分けてほしいですね。はい、今欲しいって人なかなかいないからね。負けたいですね。金子選手も活躍めっちゃしてるじゃないですか。はい、めっちゃ打ってる。横並みで見ててもなんか、うわ、金子選手、そうっすね。むしろ松田選手が、はい、もうね、上位で、そうっすね、打ってほしいんで、めっちゃ期待してるんです。あんまりプレッシャー与えないように、まあ、ゆっくりスタバ飲んでもらってね。いや、ありがとうございます。ちょっとリラックスして、いただきます。頑張って帰ります。ありがとうございました。すいません、すいません。ん、すいません。何ですか？いや、全然。ちなみにミットは翔平さんから撮影されました。すいません、毎度毎度綺麗に片付けて。ナイスピッチ、大山学生。すいません、すごい。お疲れ様です。まあ、夏ということで、はい、夏の思い出というテーマで今日ちょっと、なんかあります？夏の思い出といえば、夏の大会ですね。あ、大会ですか、やっぱり、はい、高3の夏大会が一番、はい、印象に残ってます、夏といえば。どこまで進んだんですか？3回戦ですね。3回戦、はい、3回戦。どこに負けたんですか？浦和レーネってとこです。浦和レーネ。1回戦、星野高校ってとこからして、うん、で、DC だったんですけど、はい、さよなら勝ちして、次浦和レーネで負けちゃったっす。今年の夏は、はい、その思い出以上で、はい、お立ち台立って翔平さんからなんすか、アクティブ M をアクティブ M いただきたい。あれ、十分だよね、もう。まあ、2着もらったんですけど、頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、もうスタバもありがとうございます。飲んでください。片付けぜひぜひお願いします。はい、もう今日も出るってことなので、はいはい、期待しておりますので、はいはい、ではありがとうございました。ありがとうございました。田村選手、インタビューありがとうございました。そしてね、ノックでも早速ミットを使ってくれております。田村選手といったらね、その元気がね持ち味ですから、今年の夏持ち前の元気で明るい夏にしてください。埼玉武蔵ヒートベアーズさんの各種リンクは概要欄から、チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。